おはようございます。ザリガニ親父のワンポイントコミュニケーションアワーです。今日は12月は2日水曜日、高野文夫がバイリンガルでコミュニケーション上重要なポイントを一つ、テクニックを一つ皆様にお伝えいたします。このマイビデオダイアリーは約5年毎日発信してますが、コミュニケーションのトレーナーである私がこの YouTube を見ているだけで一回見れば一つ何らかのコミュニケーション上の有用なテクニックをマスターできるというメリットがあります。どうぞ皆さんご覧になって、視聴者登録してくれるとありがたいです。今日はですね、スティーブ・ジョブズ氏がですね、亡くなる前にスタンフォード大学の卒業式で語ったですね、コネクティングドットというお話をしたいと思います。点と点は必ず将来つながって息をなすよということです。どういうことかと言いますとですね、私は中卒で職人道の道に入ったことがあります。家が金がなかったもんですから高校に行けないと、集団就職で東京に出てきてですね、1年近く中華料理屋さんの下働きをしました。その経験がですね、後々の人生にものすごく生きてるんですよね。料理の下働き、どのように生きたかというのは、まあ、後ほどお伝えいたしますが、プラスですね、私はそんな経歴ですから、本当は入りたかった都立日比谷高校なんか入れなくてですね、落っこっちゃったんですよね。で、仕方がなく工業高校に行きました。補欠募集で工業高校でですね、学んだ機械工学、鍛造、鋳造、化学工学がメインでしたから、そのですね、15から18歳の若い頃学んだですね、工業高校で学んだ技術的な基礎がですね、工業大学で学んだ、まあ、後は私は国立の工業の大学行きましたけれども、学んだものよりですね、実は工業高校で学んだノウハウが後々の人生とか社会人教育に生きてるんですよね。それはどのように生きたか後々お話ししますが、我々はですね、いろいろな経験をすることによって、それが将来の企画とかですね、ビジネスに過去の経験が、まあ過去の経験一つ一つはドットですね、がつながってですね、将来を作るということなんですよ。ですから多くのためにならないような経験をたくさん積むことによって、それがですね、その人の素養になり、肥やしになり、その人のコンピテンシー、強さになっていくと思いますね。ですから、いろんなことを体験することだと思いますね。学校で学ぶだけじゃなくて、まあ、後にですね、私は高校と大学の1年間は新聞販売店に住み込んでですね、苦学をして出たんですが、その4年間の苦学の苦しみがですね、後々の企業での戦いとかいろいろなものに生きてるんですよね。新聞販売店で新聞配って金稼いで学校に行く、そんなのって後々のために、何のためになるんだと思うかもしれませんが、実は私にとっては人生の礎になり、なんか苦しい時にもですね、その16歳から3年ちょっとですかの思い出がですね、思いっきり私のエンジンになるんですね。コネクティングドット、スティーブ・ジョブズ氏がですね、生前に残していったとても重要なポイントなんで、これから数回ですね、このスティーブ・ジョブズ氏が残していったコネクティングドットというのはどういうことかということをシリーズでお話ししたいと思います。今日はこのくらいにしておきます。サンキュー。